どうも、影やんです。今日は2021年5月21日金曜日の朝、雨ですね。雨が降っています。午前中はちょっと雨なしです。昼からちょっと、止んでくるかもしれないですね。ちょっとどうなるかわかんないですけども、金曜日はね、僕は、1週間のスタートということで、気持ち新たにこうやっていくという感じなんですけども、さあ、唐辛子ですね。唐辛子、水分をだいぶこう吸って、順調にこう育っていってほしいなというふうに思います。そしてこちらはきゅうりですね。きゅうり、まあそんなに変化はないかなというところですね。そしてこちらも唐辛子、いい感じの葉っぱのこう、艶のある葉っぱの色ですね。いい感じかなと思います。そしてこちらがナスですね。ナス、昨日誰かがベランダでナスとキュウリを育ててるいうこうコメントくれたはったんですけども、いいですよね。ベランダもいいですね。ベランダも上こう光も当たりやすいでしょうし、いいかなと思いますね。うちはベランダが2階、ちょっとねベランダでやるのもちょっと考えましたけども、今のところはこの庭でやっているという形です。そしてです、これもナスですね。あ、やたら葉っぱがでかいですね。葉っぱなんかむちゃくちゃでかなってますけど、これは何でしょうかね。でこちらがキュウリ、キュウリですね。これはまだそうですね、ちょっと大きくなってるかなというところですね。そしてこっちがねなんか空いてるんでね、この辺の庭なんかこうやってもいいかなという場所ではありますね。ということで、金曜日なんでね、今日でこう1週間仕事納めという方もおられるでしょう。今日1日こう頑張っていきましょう。どうもありがとうございます。